はい、えー、それではですね、続いて、えー、暗号化技術ということで、まあ、情報セキュリティ技術の中でもですね、まあ、特にまあ、インターネットネットワーク通信のま特徴といえると思います、えー。暗号化について少しご紹介をしておこうと思います。えー、そもそもま暗号化というのは何なのかというところから少し触れておきますが。 暗号化というのはですね何かこうデータを盗聴される不正取得されて中身を見られてしまうそういった状況になったとしてもまあその盗聴されたデータの中身を読ませなければいいじゃないかとこういう考え方で用いられる技術になります。こちらイラストの方ありますけれども要するに送送信信者者かからです、ね、受信者に何かデータを送るもしもここのデータがむき出しの状態ですとまあそれを悪意のある人間が見ることができると。 ところがですね、これが暗号化されていれば大丈夫ですよねという考え方になりますね。そしてですね、暗号化されたデータはもちろんそのままでは受信者も読めませんから、それを元に戻すわけです。 元に戻す作業のことをまあここにも書いてありますが復合というふうに呼びます暗号化したものをまあ後ほど複合する実はこの暗号化という作業と複合という作業はいずれも暗号鍵と呼ばれるまあこれ I T の世界ですのであの物理的な鍵ではなくてまあ小さなプログラムになりますけれどもこういった特別なプログラムを用いてこういった暗号化技術を実現しています。 ではです、ね、ここで代表的なと言いますか私たちが日常の中で使っている暗号化の技術どういったものがあるのかを少しご紹介しておきます。まずはですね上のイラストも合わせて確認をしてみてください。これはですねある人と A さん B さん C さんとやり取りをする場合にですねそれぞれに鍵を持ち合うような形で暗号化を行います。 例えばこの赤いところが私だとしまして私と A さんがやり取りをする場合には同じ暗号鍵を自分とと A さんと持ち合うという形です、ね、そうしますと A さんが仮にですね暗号化をして私にデータを送ってくるそうするとその鍵を用いて私の方が複合をするとこういった形になります。 ただですねこの共通鍵暗号方式ですと当然のことながらこの私と A さんの通信を例えば B さんがもしくはですね悪意のある第三者がそれを傍受してしまう盗聴してしまった場合にその中身がですねバレてしまう可能性が出てくる。ですから当然のことながらこの B さん C さんに対しては同じ鍵は使えないわけですね。 まあ簡単に言ってしまいますとやり取りをする相手全員に対してそれぞれ別の鍵を用意しなくてはいけないという、まあ、こういった一つ手間が生じてくるというのがあとはです、ね、もうそもそも論の部分なんですけれども例えばじゃあ ABC さんそれぞれの人とやり取りしたいなと考えたときにこれ鍵をお互い持ち合うということは事前にです、ね、この鍵を渡すというその瞬間が必ず存在するわけですね。 でその鍵そのものを盗聴すなわち盗まれてしまうという危険性も隣り合わせになっているこのあたりが共通鍵方式の弱みというふうに言えると思いますただですね同じ暗号鍵同じプログラムで暗号化と複合を行いますから処理が早いといったメリットもありますのでこれももちろん今でも使われていますそれに対して次に公開鍵暗号というのがあります この公開鍵暗号方式というのは、まあ、先ほどの弱みを補うようよなな形になっています今回はですね例えばまあ私が暗号化の通信をしたい場合にはですね自分の方でずっと持っているこの秘密鍵と呼ばれる鍵とこれと対になっている公開鍵これ黒いのと赤いのですねこれセットで使われる鍵になります。 ただ色が違いますので実を言うと鍵の中のプログラムとしては別のプログラムになっているんですよ。全く同じものではありません先ほどの共通鍵は同じプログラムなんです。でこの形にしておいてどういったやり取りをするのかと言いますと例えばですね A さんが私に何か秘密のメッセージを送る場合には A さんが私の公開鍵を手元にコピーしてきてですねそして暗号化するわけです。 そして、これを私に送ってきて、私はこの対になっている秘密鍵で複合をするという形になります。ここでポイントとなるのはですね、公開鍵で暗号化したものは秘密鍵でしか複合できません。そしてまあ、仮にですね、秘密鍵で暗号化したら、これも公開鍵で複合という形で、これセットなんですけれども、これ、それぞれが逆の立場になるんですね。表裏の関係になっています。 ですので、この使い方をすると、例えば a さんが私に送る通信を b さんが盗聴したとしましょう。と、b さんが手に入る鍵は公開鍵ですよね。もう秘密鍵は私誰にも送っていません。さっきと違っても絶対とにかく自分の手元から離さないわけですね。ですから、これが盗まれる心配はままずないわけです。そうすると、この a さんの a さんの方からですね。公開鍵で暗号化したものを送った場合に。 B さんが傍受したとしても公開鍵で暗号化したものは公開鍵では複合できないわけですねですのでこれ中身が読まれる心配がないという形になっていますですので、まあ、まずはですねあとはですねこれ別に B さんや C さんから普通にまあ秘密のやり取りをする場合にも同じ手順を踏んでもまあ何ら問題ないわけです ですから先ほどの共通鍵のところで問題になっていました相手ごとにこのですね鍵を用意しなくちゃいけないといったそういった煩雑さからも解放されるとこういったところがまず一つ大きなメリットになっています。ただですね鍵は形異なります使っているプログラム異なりますので先ほどの共通鍵よりは少しですね処理に時間がかかるといったデメリットも存在します。 そこのそれぞれのいいところをいいとこ取りをしたハイブリッド暗号方式と呼これはですね先ほどの鍵が盗まれる心配があるよというところに対して公開鍵暗号方式を使って鍵が万が一盗まれても中身を見られないようにすると。 で鍵が渡し終わった後は共通鍵を使いますとはのの、ねまあ、こういったものを使って私たちは、まあ、例えばです、ね、ネットショッピングなんかをする場合にです、ね、クレジットカードの情報がインターネット上でこうむき出しで流れる、まあ、こういった怖い状況からはまあ解放されるといいますか安心してネットワークを利用できるというふうになっているわけですね。 さらにです、ね、今です、ね、この公開鍵暗号方式というのが世,界世間いっぱいでは広く使われているんですがこれを応用した形で,です、ね、デジタル署名と呼ばれる技術も広く使われています。 もしかするとインターネットを使っていてです、ね、なんかデジタル署名の期限切れですとかです、ね、そういったメッセージをご覧になったことがある方、えー、いらっしゃると思います。これです、ね、どういったものかといいますとこの応用をしてです、ね、メールを送信した情報が改ざんされていないか。 な、ね、りすまし、すなわちです、ね、誰か本当は別の人なのに誰かの名前を語ってメッセージを送ってきていないか、まあ、こういうのなりすまし行為といいますけれどもそうではないかというところを証明してくれるのがこのデジタル署名です。 細かい技術的なところは少し割愛しますけれども例えば銀行から自分宛に何かメッセージが来た時にです、ね、このメッセージは本当にその存在する実在する銀行からのメールなのかそれとも誰かが銀行の名前を語って送ってきたメールなのかこれなかなか判断つかないですね、まあ、ここからです、ね、いろんな情報流出につながってくるこういったトラブル確かに多いんですね。 でこの時にですね、これ本当に銀行から送ってきたメールですよっていうのを確認するために、まあ、銀行がです、ね、あらかじめこのデジタル署名を発行してくれています、まあ、こういった認証局と呼ばれるところから、まあ、データとしてデジタル署名を添付して送ってくると。 でこのデジタル署名が付いた状態で送られてきたメールについてはこういったマークがです、ね、あのメールのソフトの中に見えたりするんですがそれがありますとあ確実にこの銀行からのメッセージだなというのが分かるようになっている。 これがです、ねまあ、デジタル署名の仕組みになります。もちろん使い手側としてはまず特に重要な情報ですねやり取りする時にデジタル署名が付いているかなどうかなというのを確認することがまず一つあとはですねこのサービスを提供する側お仕事で使う側としては場合によってはですね自社が送っている時に「なりすましじゃありませんよ」というのを証明するためにこのデジタル署名の、まあ、この体制ですねこの体制を整えるということも一つ考えていただければと思います。以上がです、ねまあ簡単 ではありますが暗号化に関するご説明でした。